こんにちは、柴田です。今回は初のグレッチレビューです。これはですね、グレッチの中でも、有名な機種のテネシーローズ、なんとメイドインジャパン、寺田楽器製になっております。意外や意外、日本で作られていたというこのグレッチ。私、SeaBirdはグレッチお初ということで、印象というか、イメージしていたものはセミ箱なんですよね。これもね、セミ箱も箱物なんで、そういったイメージを持っていたんですけれども、鳴らしてびっくり。全然別物。ギブソンの ES335 とか、あとヤマハのね、SA1200。このセミ箱はね、レビューしているんですけれども、これね、全然別物。ブリンブリンです。このグレッチ独特のね、ピックアップがね、そのブリンブリン感をね、出してるんでしょうね。じゃあまず生音をお聞きいただきましょうかね。結構ね、ボディがこれ大きいんで、なんかね、重量感ありそうなんですけれども、実はね、めちゃめちゃ軽いです。これもね、意外だったんですけれど、3.2 キロ。ギブソンもヤマハもね、ボディくり抜かれてるけど結構重量感あったんですが、これは意外や意外、軽いですね。あと特徴としては、このスイッチとかつまみですかね。この辺がね、結構独特なんで、それは鳴らしながらですね、やっていきたいと思います。じゃあまずセンターで。こうセクシーですね。センターがね一番。これ右側です。で、こちらのね、上の方のつまみがトーンになっておりまして、トーンってね、普通こういうね、くるくるっとするやつだと思うんですけれども、これね、決め打ちで、スイッチなんですよ。で、これがですね、マスターボリューム。で、こっちがフロントのボリュームで、これがリアのボリュームという風になっております。じゃあちょっとドライブをね、かけて鳴らしてみましょう。ではフロントを鳴らしてみます。全部でセンターが一番なんかバランスが。感じで今回お初のグレッチのレビューになりました。日本製というところでですね、作りもねしっかりとしていてバランスもいいです。ギブソンの ES335 とか、まあ、同じ箱物だけど結構ね毛色がね全然違うんで、もしもですね今箱物を狙っている方がいたとしたら、これもねぜひね候補に入れていただきたいなというところです。ご視聴ありがとうございました。SeaBirdでした。